エアプレをしてもいいですか。この番組は私雄一郎と私チャーが世の中に埋もれていると思い込んでいる名作たちを発掘して広める番組です。ちょっとめんどくさい後輩の話があるんですけど、はい、聞いてもらっていいですか。聞こうじゃありませんか。会社に扱いづらい先輩みたいなポジションの人ってたまにみんないると思うんですよ。ああ、まあまあ、心当たりはね、まあ今まで過去とかにあったりしますよね。はい。で、今回の登場人物が、まあ当の本人と、で、その扱いづらいおっさん、その扱いづらいっていうのが、別にその人に問題があるわけじゃなくて、社歴は自分の方が上なんだけど、業界歴はそのおっさんの方が当然長くて、うん、なおかつ、年も、一回り以上離れてる上なんで、まあ、人生の単位で考えても、うん、先輩っていうね。ああ、そう、先輩と後輩が、まあ、今回まず話に出てきて、で、先輩は、まあ、業界の歴は長いけど、後輩の方が社歴は長いっていう。そう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 。ほうほうほう。で、その二人が、昼飯食ってる時に、卵料理の話になって。はい。で、卵、めっちゃ好きなんですよ、その後輩は。うんうん。で、卵料理何が一番好きって聞かれて、なんか、ゆで卵も好きだし、温泉卵も好きだし、みたいな話をしたらしいんですよ。両方とも、卵料理っていう場合には、ちょっと卵まんまやったんですけど、まあ。まあまあ流しますね。まあまあ置いて。で、いや、それまでに出汁巻きとか、オムライスとかいろんな出てるんですよ。はい。出た上で、ちょっとピックアップしたのがそのゆで卵と温泉卵で、で、二、はい、人で盛り上がったのが、温泉卵って実はすげえよなって話なんですよ。ほう。温泉卵って、なんか一般的には殻を割って、ちょっとこうなんて、とろっとしたのが出てきて、で、出汁っていうか、麺つゆうんうん、かけて食べるだけじゃんみたいな感じで思ってる人が多いですけど、いや実は温泉卵はトッピングアイテムとしてはすごい優秀やから、いろんなやつにかけれるから、温泉卵ってかなり万能よねっていう話で盛り上がったんです。あー、確かに牛丼屋とかでも出てきますもんね。そう出てくるから、結構使い道が多くて、もう実はソフトバンクの近藤みたいなね、ユーティリティプレイヤーですよっていう内外キャッチャー守れると。はい。っていう話から。ちょっと、伝わらんのよ。伝わらんのよ。伝わらんのよ。まあ、伝わらんかったらね、まずね、何を言ってるかわからなかったら、近藤健介で Google 検索してもらうっていうとこから、まずスタートですね。はい。WBC も出てたんでね。はい。で、そこから、そのおっちゃんが、知ってる？全自動温泉卵製造機って知ってるっていう話。ちょっと待ってくださいよ。はい。全自動は嘘。全自動は嘘かもしんないですけど、まあ、なんか水を張って卵入れてコンセント挿してスイッチを押したら勝手に温泉卵ができる機械があるらしいんですよ。だって全自動ってことはさ、鶏が中に入ってなあかんじゃないですか。それを言っちゃおしまいですよ。ああ、おしまいか。それを言っちゃおしまいですよ。もう、なんか怠惰の極みやん、そんな。もう、なんかもう卵を産ますところ、もうそれを言い出したら、その鶏はじゃあどうやって用意するんだみたいな話になってくるじゃないですか。まあまあ確かにそうですね。もう、なんか、ヘリクツの話でなんか、卵が先か鶏が先か理論にまたたどり着いちゃうのね。あ、ということは、全自動温泉卵作り機は、この地球のことを指しているんですね。そうですかね。いや、そうだとしたら、その機械を作ってる会社は何なんだって話になってくるんで。ああ、そうですね。そうなってくると、宇宙が先か、それともこの会社が先かみたいな話になってくる。宇宙とため晴れる会社。宇宙とため晴れる会社です。いや、すごいなぁ。で、そのね、全自動温泉卵製造機を、
があれば簡単に温泉卵が食べられる。はい。温泉卵は家で作るのはちょっと難しすぎると。確かにそうです。うん。で、結局スーパーで買ってこないといけないけど、それがあれば家庭でも簡単に作れる。うんうん。で、その機械を次の日に、そのおっちゃん持ってきた。へー、はい。見て見て、象印製やでって言って。宇宙が先か、象印が先かな。いや、宇宙と象印。宇宙 VS 象印。これは見物ですね。これは見物ですよ。だって宇宙より先にできた会社がもう先に象を見つけてるんですよ。確かに。ってことは、その第2回戦は象対宇宙とかになってくるんで。第3部作はあれですよね。宇宙 VS 象印 VS タイガーみたいになってきますよ。そうそう、タイガー。タイガーの魔法瓶。魔法瓶ね。タイガーどっから出てきたのよ。タイガーの魔法瓶知らないですか？いや、知ってる知ってる知ってるけど、今の話で完全にシード枠におったから。あ、確かに。あ、ほんまや、宇宙が、そう、宇宙と象印が俺の方が先だ。いや、こっちが先だって言ってるのを、こう、タイガーか。どっちが勝つのか、見物だな、つって見てるわけでしょ？いや、本当ですね。この話をしてる寄ってます？え？寄ってます？これ。その話を始めた人に寄ってるかどうか聞かれたかわからないんやけど。はい、すいませんでした。はい。じゃあ、で、その機会を持っていったんですよ。で、会社で使うタイミングがなかったんで、なんか、仕事終わりに、これ、家で使ってみて、って、渡されるわけなんです。おー、はい。で、その、おっちゃんが、めちゃくちゃね、ひょうきんな人で、すごい根もいい人なんですよ。で、その人が、機械を渡してきて、プラスアルファで、何渡してきたと思います？この流れは、だしじゃないですか？違うんです。卵なんですよ。ああ。卵のパック渡してきたんですよ。まあ優しいですね。はい。まあまあ優しいんですけど、そのもらったやつは、前日に卵を買ってきてるんですよ。卵20個になったんですよ、家のストックがね。後輩はもう次の日、温泉卵を食えると思って10個買い。うん。おっちゃんで、新鮮さが大事なんで、って、用意してきてくれたっていう。ちょっとなんか、もうそこまでしてもらわなくてもいいのにな、みたいな、もやっとした感情のまま、ありがとうございますって言って、まあ、家に持って帰るわけですよ。はい。で、その機械を使おうとしてね。はい。まあ、卵開けて、中に6個ぐらい入れれるあの穴みたいな、穴っていうかさ、あの、型みたいなのがあって、そこに左からこう一個ずつ6個取ってセットしていって、で、お水入れて、コンセントさせてスイッチ入れたんです。はい。で、4個余るわけじゃないですか。そうですね。4個余ってるから、とりあえず冷蔵庫に卵入れようってなって、冷蔵庫に卵、1個入れたあたりで、なんか手がネチネチするなって思って、手の匂いを嗅いだらすっげえ卵のなんか白身の匂いするんですよ。なんか、新鮮な卵って女、卵特有の匂いみたいな殻にもあるんかなみたいな思ったんですけど。はい。よく見たら、右端の二つが割れてたんですよ。あ、そのおっちゃんが。くれた卵がね。はい。で、ここまたもやっとするんですよね。でも、こう全部こう与えてもらってるわけじゃないですか。もう、言ったら機械も貸していただいて。うん、卵を恵んでいただいて。そうですよ。で、いざ開けたら、10分の2が割れてたと。まあ。で、こう、おーってなって。はい。で、温泉卵が出来上がるわけですよ。はい。で、トントンってして、カチャって割ったら、温泉卵って割ったらさ、白身が、全体的に、ね、こう、半熟じゃん、めちゃくちゃ。うん、そうですね。だからこう、ポタって出てくるじゃないですか。はい。出てこないですよ。おお。そこそこ白身固まってるんです。はい。でも、これって、この後輩からすると、
こう先輩がいろいろ良くしてくれて、こう何も言えないじゃないですか。まあ、もう全部用意してくれてますからね。そう。で、これを、昨日の卵2つ割れてたんすよとか、うん、温泉卵ちょっとなんか硬かったんすよって言えないわけじゃないですか。まあ、そうですね。だからこれ、でもなんかこう、向こうは、温泉卵、もう多分めちゃくちゃテンション上がってるんだろうなって多分思ってるはずなんですよ。で、これどうしたらいいんだろうっていうジレンマに陥ってるめんどくさい後輩の子がいるんですよね。その名も。その名が、まあ、今回お便りいただきました。ラジオネーム、チャーさんですね。ありがとうございます。前やないか。うすうす気づいとったよ。うすうす気づいた。全部後輩目線やったもんな、話が。で、解像度が高すぎるっていうところですね。そう、そうですね。見てきたかのような。いや、ほんとに見てきたかのようなじゃなくて、見てきてるんですよ。で、はい、ひらめいたんです。はい。まあ、我々ね、こうやってラジオやってて、はい。まあ、これついに社会に貢献できるチャンスが来たと思ってます。あ、確かにね、こう、世の中に対してね、発信してるってことはね、そういう意味がありますよね。はい。で、ちょっと、これチャーのプレゼン企画なんですけど、コーナー名。その時、後輩が動いた。丸パクリやないか。松平さん出てくるやないか。いやいや。これどういう企画かっていうのを説明すると、4月ってやっぱり新入社員、新社会人が生まれる月じゃないですか。そうですね。で、多分社会に出て一発目って、あれ？思ってたのと違うっていうのが結構あると思うんです。ありますね、それは。で、なんか、もやもやするのってすごい僕もあったんですけど、うんうん、これって、この先輩の言うこと合ってんのとか。ああ。なんか、自分は言ってることやってなくねみたいな。ああ、ありますね、うん。で、やっぱりそういう悩みって、こう、社内で、まだ、誰に相談していいかわからない、この時期に、4月、5月、6月、うん、これね、エアオシラジオに相談をしていただいて、我々30代、まあ、ある程度社会人経験豊富、豊富かどうかわかんないけど、社会人としてのこう経験を積んできた我々がですよ、新社会人へのアドバイスができる、いい機会だと思うんですよ。それが、その時、後輩が動いた。後輩、動かすの僕らですよ、それ。そうっす。だから、僕らのアドバイス聞いて、動いてみろよ。まあ、あと、先輩の話あんま関係なかったし、半熟卵の下り。こういうのがあって、こう、もやもやしたのがあって、で、あ、きっと、俺らでもこんなもやもやすることあるから、新社会人からしたらもうもやもやだらけじゃないのか。もやっとボールを投げ続けてるんじゃないのかと思ったんですよ、僕は。もう半熟卵投げてまえ。で、こう我々に、こう相談を してみようよ。そしたら、ある程度社会人経験をしてきた我々が、それは、ちょっともう黙って、ステイせよ。とか、いや、それはもう切り込め。とかっていろいろ言えると思うんですよね。うん。はい。で、まあ、例題を一つ用意したんですけど。おー、はい。はい。例題がですよ。ちょっと、お茶飲んで休憩してたりした時に、先輩が、お前サボってやんと早押し落とせ、と。あー。って言ってくる先輩が、1時間に1回必ずタバコを吸いに行くと。これはどうしたらいいですかっていうのが来たらどう答えるか。いいですね。はい。いやー、これ状況次第ですけど。はい。僕は、タバコ吸わないんですけど。はい。喫煙所にコーヒー持って行って一緒に、なんかタバコ、向こうはタバコ、僕はコーヒーみたいな感じで、もう一緒に行きますね。あー、マジか。
いや、それ一番いいなと思うんですよ。いや、そうですよね。うん。やっぱり、まだ、ね、歴が浅いってなると、うん、ま、社内の人間でも、どういう人かわかんないし、どう接していいかわかんないっていうのは最初ってすごいあるんで、新社会人が一番最初に頑張ってやんないといけないのは、仕事を覚えることじゃなくて人間関係を作ることだと思ってるんです、僕。だ人間関係がちゃんとうまいこと言ってたら、仕事がちょっと、なんていうの、遅かったりとか失敗してもなんとかなるんですよね。ああ、そうですね。うん。だから、それ目線で、その、ゆうちろうさんが言った答えを俺も用意してたんだけど、それを言われちゃったから、そうですね。なんか僕だったら、いや、まさかね、この企画を考えたチャーさんがね、まさか一つしか持ってきてないことはないですよね。当然ですよ。誰だと思ってんだよ。ね、誰だと思ってんだよ。かっこ震え声。余裕だ、余裕やっちゃうよ。今日卵4つ食った俺だぞ。あ、すごい。あれじゃないですか。大谷翔平より上じゃないですか。なんか大谷翔平はね、ゆで卵3つ食べるらしいですから。もう、僕はほったぶっつ食べるやけどね、もう。新大阪、東京の間で僕、ぶっつは食べるやん。坂東英史出てきた。久しぶりにやったわ、これ。そこそこ似てんのが腹立つよね、これね。僕だったらですよ。はい。僕だったらもう体張って笑い取りに行くかな。喫煙所でタバコ吸った。多分ね、まあまあ、1回2回ぐらいスルーするんですけど、もう3回目ぐらいからあいつ人に仕事せえって言いながら自分タバコ吸って全然仕事してないやんけ、つって。ちょっと一発かましてやろうか、つって。もうドスドスドスって、喫煙所まで歩いて行って。先輩が火つけた瞬間のタバコをこう人差し指と親指でジャッて握りつぶすの。あの火種を。で、そのタバコを奪い取った後に、サボってやんと、ショートせよって言ってそのまま出ていくっていう。火種どうやって火種をこうやって潰すんです。もう、こう指でつまんで、ジューって。いや、指、やけどするやないですか。そこはもう、こう、奥歯を食いしばって、こう、ぐっと熱いって言ったら負けなんですよ。熱いって言ったら、何やこいつってなるんで。いや、ジュッて握り潰して、タバコをこう、バッて奪い取って、パーンって捨てて、サボったんとお前も仕事せよっつって、出てったら、あいつ、やるよって。世の中ね、僕らみたいなやつばっかりじゃないんですよ。うん、僕はね、なんかそういう謎の心意気持ってるやつ大好きなんで。はい。もう多分そんなやつおったら、社長、あいつ見るのありますよ。社長に言いに行くんですね。言いに行きますけど。社長に言いに行くよね。そんなやつばっかりじゃないから、世の中。そうか。じゃあこれちょっとあれな、我々の、感覚に寄ってしまった、ちょっと、典型的な悪いパターンの答えですね。いや、でもね、ワンチャンいけるかもしれないんで、まあ、皆さんね、まあ、今年、まあ、新社会人の方々はみんなね、人差し指と中指で、タバコをジュッてする技をね、磨いてもらって、で、じゃいざ実際、実践してみようと思ったら、先輩がアイコスを吸ってた時の気持ちをチャーさんに。伝えてあげてください。アイコス吸ってる場合は、無理だな。アイコス吸ってる場合は、もう文句言うしかないですね。おいおいつって。おい、先輩、そっちつって。先輩も、もう、下世話ってなりますよ。なんか俺が思い描いた先輩ってボックスじゃなくてソフトパックのタバコをこう、火つけて、こうなんか、人差し指と中指の付け根ぐらいのところで挟んでタバコ吸ってるイメージあったのに、アイコスっすかって言って、もう嫌味だけ言って去っていくみたいな。もう、困ったもんですよ。だって、よし、タバコ吸いに行くかって思ってタバコ吸ってたらね、突然後輩入ってきて、そんな人やったんですね。失望しました。え？
これは俺らでも、ええってなるな。これは俺らでも、ゲセヌってなるわ。はい。というわけでね、チャーさん。はい。この企画は、やめましょう。ボツですね。僕らには、無理だ。無理か。はい。そっか。まあまあ、そんな僕らにでも、もう、藁にもすがる思いで、悩みがある方はもう、その時はね、もう、僕らでよければ相談乗ります。はい。そうですね。もうツイッターのとこに貼ってるページから、投稿フォームに飛べるんで、エア押し試みの地平線を選んで、悩みを送ってもらえると、答えれますね、僕らも。いや、もう、試みの地平線でええやん、それ。確かにそうなんですよ。何その時後輩が動いたって。それを言いたいだけだったんです、今日は。だいぶしょうもない AV のパロディみたいなさ、そのレベルの低いレベルのパロディ持ってきてさ。ちょっとそれに関しては文句言うけど。はい。AV のパロディのタイトルは、むちゃくちゃレベルが高いんで。はい。というわけで次回は、チャーさんのパロディ AV 回をお送りいたします。はい。アイアンマンのパロディ AV は、アーン・ヤーンマンです。くそ、こんなので。もう、はい、もう閉めよう。この話閉めよう。はい。はい。というわけでね、今回、何この回。まあ、なんか適当に使ってくださいとかで。はい。じゃあ、今回もありがとうございました。すいませんでした。すいませんでしたでしまった。今回も最後までご視聴ありがとうございました。面白かったらいいねや高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。更新情報はツイッターで発信しています。ハッシュタグエア押しで検索してみてください。ツイッターアカウントのフォローもよろしくお願いします。それではまた次回、ありがとうございました。